皆さんこんにちは、リコです。各自治体の支援策が決定しています。大分県杵築市、子育て世帯を応援するため18歳以下の児童を養育する方へ、お子様1人につき2万円を給付します。支給対象者は申請日時点で、1つ目、住民票が杵築市にある方、2つ目、18歳以下の児童を養育している方、このいずれの要件も満たしている方です。申請が必要な方へは2月下旬までに申請書を発送する予定です。申請書類などを準備して提出しましょう。申請期限は4月15日までとなっています。佐賀県佐賀市、電気・ガス料金・食料等の物価高騰に直面する中で、進級・進学等を迎える子育て世帯の生活を支援することを目的として、佐賀市独自の緊急対策として、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方に対して、以下の通り給付金を支給します。支給対象者は、令和5年12月31日時点で佐賀市に住民票を有する方のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方です。支給額は児童1人当たり5000円。進学・就学期を迎える次の対象児童については、入学等準備金としてさらに5000円加算するということです。詳しくは画像をご覧ください。支給手続きの方法について、児童手当等の受給状況により申請方法が異なります。支給対象者 A は令和5年12月31日時点で児童を養育し、佐賀市からの児童手当特例給付を受給している方、こちらは申請不要で、令和6年1月17日に支給の通知を発送済みということです。支給対象者 B、A に該当せず、令和4年度の佐賀市子育て世帯物価高騰対策給付金の受給者、または佐賀市子どもの医療費助成に口座登録のある受給者のうち、現在対象児童と同世帯の方、こちらは手続きが必要で、佐賀市子ども家庭課で把握している口座が現在使用中かを確認するとともに、給付金受給の意思を確認するため、佐賀市から佐賀市子育て世帯物価高騰対策給付金支給要件確認書を令和6年1月30日に発送しますので、内容を記載後ご提出くださいとのことです。支給対象者 C、上記 A、B に該当しない方は申請が必要です。令和5年12月31日時点で支給対象児童のいる世帯の世帯主宛に、佐賀市から佐賀市子育て世帯物価高騰対策給付金申請書を令和6年1月30日に発送しましたので、内容を記載後ご提出くださいとのことでした。支給日については、支給対象者 A の方は、令和6年1月30日に振り込み予定です。支給対象者 B と C の方は、申請書の提出から1ヶ月から2ヶ月後を予定しているとのことでした。支給が決定した人には、振り込み前に通知は発送しますとのことです。北海道岩見沢市、国が決定したデフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、市民の皆さんの生活と地域経済を支えるための対策に取り組んでいます。電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金1世帯あたり7万円については2月29日までの受付ということです。世帯全員が住民税非課税の世帯に対し、令和5年度住民税非課税世帯に対して行った給付、1世帯あたり3万円の追加として1世帯あたり7万円の給付を行っています。まだ受け取っていないという方は確認をしましょう。また均等割のみ課税世帯分1世帯あたり10万円については、2月下旬より順次案内書類を送付、3月支給開始に向けて準備中とのことです。そして低所得の子育て世帯分、児童1人当たり5万円についても、2月下旬より順次、案内書類を送付、3月支給開始に向けて準備中ということです。詳しくはホームページを確認しましょう。山梨県昭和町、昭和町高齢者物価高騰対策支援給付事業のお知らせということで、ホームページに掲載されていました。
町では物価高騰の影響を受け厳しい状況にある町民の皆様への支援の一環として、この度65歳以上の皆様に対し生活への支援と経済への下支えを目的とした支援金給付事業を実施いたします。対象の皆様には町から通知オレンジ色の封筒を発送いたしますので、内容をご確認の上期日までに申請をお願いしますとのことです。対象者は65歳以上の町民で、給付額は1人当たり5000円です。対象の世帯員の総額を指定の口座へまとめて振り込むとのことです。申請方法は、通知の同封の口座振替依頼書の必要事項にチェック、または裏面へ振込希望口座の通帳の写しを添付し、返信用封筒で郵送、または役場総務課へ提出してください。申請期日は令和6年3月8日必着となっています。給付金の振り込みは下記の日程で行いますとのことで、このようにホームページに詳しく掲載されています。なお、振り込み後に通知等は発送いたしませんので、通帳を記帳するなどしてご確認ください。また、返信用封筒をお使いになり郵送された場合、配達状況などにより到着までに日数を要すことがありますのでご了承くださいとのことです。このように役場総務課へいつ到着するのかによって支給日は異なりますので、ご確認いただけたらと思います。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。こちらのチャンネルでは日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。それではリコの部屋をお届けしたいと思います。本日の質問はこちら。リコさんは学生時代モテモテでしたか？ご質問ありがとうございました。なんとこんな質問が来るなんて予想外でしたね。学生時代はモッテモテで、それはそれは大変でしたよと言いたいところなんですが、実際はですね、全然違くって、本当にごくごく普通な学生時代を過ごしていましたよ。なんか本当に目立ったことはなくって、こう皆さんにお話しできるようなことがないんですね。逆に皆さんはどうですか？こうモテモテエピソードとか面白いエピソードとかありますか？ぜひぜひ聞きたいですね。コメントにてお待ちしておりますね。ではその他質問も随時募集しておりますので、お気軽にコメントまでお待ちしておりますね。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。